まあね、そのシーア派のね、イスラム教師たちもね、それは、工芸っていうのかね、その、自動車のガソリンもう工芸に含むって言ってね、その、シーア派のイスラム教師たちは、そこまで拡大解釈してるんですよ。ただ、さすがにその燃える水、なんていう風に書いてもらったかな、燃える水を、金銭の貢献にしてはならない。なぜ、桁させたらあかんとかね。有価証券の桁本体、そして石油を用いてはならないと。有価証券の方はね、桁媒体なんですけど。でもまあ、ビットコインで言うと、どっちでも優等生やから、調べてからするでしょ、そんなんね。もちろんね、調べたらわかるわけやから。だから知らんようにしてるんですね。とりあえずあのね、やばいよね。知らん人は騙されるやろね。だからそのドバイとかにある銀行ってね、まあ、取り次ぎ銀行やからね。西側諸国とイスラム諸国との間の取り次ぎ銀行扱いやねんけど、それ以外の機能もあるんかもしらんけど、建前は取り次ぎ銀行ですよ。でそういったところの石油って言うんちゃうんじゃない、それとはまた別の話やんか。石油をお金の、貢献にしてはならない、要するにお金に携帯させてはならない、金融の話と全然ちゃうねん、それは。だけどそこもね、ごっちゃにならへんはずやね。ビットコインの人たちめちゃめちゃ優秀やから、優等生やから。そんなん混同せんやな、優等生なんでね、本当の優等生やっとるんやから。ここはね、なんか知らん無理してるね。やっぱ困ってんねん、やっぱり。言ってやばいよね、こんな話ね。ただ、その遊びみたいなお金やから、遊びから始まったお金でしょ。実際、遊んどるでしょ、運営のやつら。遊びマネーやから、マラソンなんてね。だからね、この話してもね、別に実味の意識感じへんけど、こんなの暴落してもね、ほんまの有価証券が暴落したら、そりゃうちの気にやめね、めちゃくちゃ。だけど遊びのお金やからね、ビットコインってね。で、運営も遊び感覚でやってるでしょ。みんな遊びのつもりで始めてるでしょ。遊びのお金欲しくてやってるでしょ。そもそも最初はね、最初のお金。だから、こんな話しても全然気にやまんやけどね、うちね。だから、その、まあ、燃える水を、金銭の、貢献につけてはならない。その明らかにその有価証券に携帯させたらならないっていう。何が保証しますかってことだからね。結局はね。でしょ？だから、もしお金が滞ったら、石油で支払うってことやねんけど。そんなもらっても困るやろね。生成してくださいって。せめてガソリンの形にしてくださいとかね。まあまあ、そんなの契約で、できるか言ったら、し、なんで、携帯すると、するものであるで、一文ぽよんって。契約書書いてたからね、うちね。で、それは、どこそこの法律に準拠する。うん、まあ、それは書くよ。どこそこの法律に準拠するものであるで。で、そやけど、その、携帯も、とにかく携帯本体がね、いくら保証してるから言うてね。じゃあ携帯本体がね、携帯媒体の失敗をね、もう本当に保証してくれるんですかって言ったら、知らんが未知数だってさ、政治絡みのものやし、石油ってそもそも。ね、保証したいのはもう山々だかと。その、金本位制とかね、いうのもね、要するに、まあ、金がね、携帯してたわけですよ、お金に。何お金ってその紙幣に、ビルの方に。ビル、紙幣と言ってこれ何を保証してるんですかって。あ、国家の保有金委員会が保証してますよ。じゃあ、この、お金がこけたら金で何とかしてくれるんですか。あ、もちろん金で何とかしますよ。じゃあ、お金、こけた時に金くださるんですか？あ、それは違うんですよ。ね。
金をお配りするわけではないです。もちろん金ってその国家の戦略資産ですし、で、その、金でもって経済を回復させますという意味でございます。そしてその通貨の暴落をまた元に戻す努力を行う。これは金が期待しているという箇所の金が期待している。その金の代わりに石油でビットコインを期待してもらうと。ほほ。大変やね。大変やねの旅でね。でも、ゲーム感覚でやってるやろうし、そのお勉強になるでしょうね。あちゃー、こうなんのかってね。だからその、逆払いするような人にビットコイン買わしたらあかんねん。買っとるやろ。そういうタイプが喜んで買っとるやろか。大変ね、運営。お気の毒、さよなら。普通手形ご切った方が学ばんもんね。うちが変わってんねん。ごめんな。バイバイ。